い、シノアリス。茨の騎士ガチャ、かっこよさそう。で、こちらも、ギシアンなんちゃらかんちゃら。物語の新章解放。へぇ、全然メインストーリーやってないや。なんかイベントとかゲリラ、ね、ステージばっかりやっちゃって。これはなんだ、茨姫のパラディン、かっこいいな。シンデレラのクラッシャー。ガチャ。ギシアンセレクションってのはこれは何なんだ？これは何だろう、今までの SS 武器とかのでピックアップがって感じかな。ジョブ解放武器の方が欲しいからこれは抜きかな。でグレーテルのやつとかもあるけども、ただ8月に一応、でももうそろそろ終わっちゃうよ8月ね。ニーヤのコラボが始まる動向って最初噂あったからあまり使わないようにしてたんだけど。そして雑貨屋ギシアンド、マセ、ようこそ雑貨屋ギシアンドの家。ここでは特別に色の専用ガチャが引けます。色の専用を花に買って、では色の専用について説明いたします。いつもの色の専用、なるほどね、よくわかった。なんつった今。コロシアムに参戦して血を集めていただきたい。それでは血が集まったら聞いてくださいね。コロシアムに一回だけコロシアムやったな。それで手に入るものがあると。なるほど、商品一覧。これは交換ってわけじゃないか。これが、あ、なるほど、これボックスガチャって感じかだね。書いてあるボックスガチャ、回しまくればいずれは手に入ると。ふむふむ、まあ、今回はとりあえずこの茨の騎士ガチャやりましょうか。なんだかんだで石のアリスは石の溜まりがいいのでまだ無課金。蹴って蹴って、もう一個もう一個、レアなやつ、レアな方、もう一個もう一個、はい、蹴っ飛ばす、はい、蹴って、蹴んないの？蹴りなさいよ。まあそのニーヤの時に本気出したいからあまりやりすぎたくはないんだけどな。はい、蹴って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 、あと7冊レアにして。まあでもね、 S ばっかりじゃ困るんだよな。 SS が来てもらわないと。お、一気にオールですよ。お、じらしていく。悔しい。あー、水着サーバント出ろそれ違うゲームだ。プルするぞ、引くぞ。はい、蹴ってますよ、蹴ってますよ。もしくは聖剣。あー、しない。なんか渋くなりましたね、ギシアン。あらら、あらら、もう回さない。これぐらいで押さえておこう。残念。まあこういう時もあるさと。あ、ずいぶん早めの動画になったまあなんかちょっと更新があったよっていうお知らせ動画っぽく、そう言っとこう、そう言い逃れしとこう。よし、だってこれ以上まだ回したくないんだよ。無課金ですし、無課金のまま行きたい、シノアリスは。うん、なんかの第二形態って書いてあったな。なんだシノアリス第二形態、白からコロシアム、あー、コロシアムがようやく始まったよっていうあれね。今更だよな。お、24からか。もう一回だけ回すかね。24コラボ楽しみにしてますっていうお祝いを込めてお祝いを込めてってよくわからないな。課金してるわけでもないのに。わがまま言うよ。お、いいね、タッチコーン、あざーす。
過信してるよ。今度は俺の手で聞こう。自らの手で引いてこそ呼び寄せる。 SS だ。でもこれはジョブ解放ではない。ぽいね。うん、特に今ピじゃないものが出たのかな。うん、おっとおっと危ない。あー残念、ジョブ解放ならずだけど。あ、ボヨン、いいなー、かっこいいなー。よし、てな感じで今回はこれぐらいにしておきます。ニーヤガチャ頑張ろう。